ナンバーアンダーラインアイサマソニ2024初登場感動と興奮の10時間 SP をワウワウで完全網羅ガン君新曲もサマソニ2024ナンバーアンダーラインアイの魅力爆発多彩なフレーバーをワウワウで堪能今年もサマーソニック2024が盛大に幕を開け音楽好きの人々を熱狂させる季節がやってきました中でも 今年特に話題となっているののはナンンンバーアンダーアダライ,ンアイの登場ですサマーソニックのメインステージ、マリンステージでのパフォーマンスに先駆けて発表されたコメント動画やファンからの期待に満ちたリアクションは、まさに祭りの前の盛り上がりを物語っています。毎年、サマーソニックは音楽ファンにとって特別な場所です。そこには、新しい音楽との出会いや、アーティストたちの一瞬一瞬の情熱が詰まっています。 そして今年のサマーソニックでは、ナンバーアンダーライン愛がトップバッターとしてマリンステージを飾るという発表が、多くのファンにとって歓喜のニュースでした。ファンは、彼らがどんな音楽のフレーバーをもたらしてくれるのか期待を膨らませ、SNS 上では、一瞬で虜になった触れ幅もフレーバーも最高といった歓声が飛び交いました。当日を迎えるまでの数週間、ファンたちはそわそわしながらその時を待ち望んでいました。 ライブ当日は朝11時からのスタート。暑い夏の日差しの中、早朝からステージの前に集まり、ナンバーアンダーライン愛の登場を待つファンたちの期待感はさらに高まります。彼らの心には、今年の夏フェスがどれだけ特別なものになるかという強い予感がありました。そしてその予感は、実際のステージが始まると同時に見事に証明されることになります。ナンバーアンダーライン愛のステージが始まるやいなや、 会場全体がその圧倒的なパフォーマンスに包まれました。ステージから放たれるエネルギーと、独自の音楽スタイルが融合し、観客の心を瞬時につかむ様子は圧巻でした。多くのファンが SNS に投稿した、一瞬で虜になった、というコメントは、まさにこの瞬間を指していたのでしょう。観客たちはみんな、音楽のリズムに身をいね、彼らの作り出す世界に没頭しました。 ワウワウでの放送決定も、ファンにとって嬉しいサプライズでした。サマーソニック当日の興奮を逃してしまった人々や、あの瞬間をもう一度味わいたいというファンにとって、ワウワウの放送はまさに待望のものです。サマーソニック2024の模様が10時間にわたって放送される中で、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが再び映像を通じて蘇ります。ライブ映像を自宅で楽しむファンからは、録画もするけれど、 リアタイで見るといったコメントが多数寄せられ、彼らの熱狂的な支持が感じられます。このワウワウでの放送は、単にライブ映像を視聴するだけでなく、ファンにとっては彼らとの再会のような感覚でもあります。特に、たくさんのフレーバーが感じられるというファンの声に象徴されるように、ナンバーアンダーライン愛の楽曲は、一曲一曲が異なる色彩やテイストを持っており、それがファンを引きつけてやまない理由の一つです。 彼らの音楽がまるで夏の風物詩のように、さまざまな感覚を呼び覚ますのです。視聴者は、それぞれの曲に込められた意味やストーリーを思い出しながら、改めて彼らの音楽の魅力に浸ることでしょう。また、SNS 上ではライブ配信の楽しみを語るファンたちが溢れていました。ナンバーアンダーライン愛のコメントがすごく嬉しい、岸君の曲のフレーバーが楽しみ、といった反応からは、 ファンが彼らの音楽やパフォーマンスにどれほど深い愛着を持っているのかがうかがえます。ライブが終わってからも、その余韻に浸りながら、彼らの言葉やメッセージを何度も繰り返し見返すファンも少なくありません。コメント動画の中で、ナンバー,ア,ンダーラインアイが夏フェスへの意気込みやファンへのメッセージを語ったことで、彼らのパフォーマンスに対する期待はさらに高まりました。サマーソニックの魅力は、アーティストとファンが一体となって作り上げる。 その瞬間にありますナンバーアンダーラインアイのようなアーティストが登場することで、会場全体が一つになり、共に音楽の波に乗るという特別な体験が生まれるのです。音楽の力が人々をつなぎ、どんな背景や文化の違いも超えて、ただ純粋に音楽を楽しむという空間がそこに存在します。これは、他のイベントやコンサートではなかなか味わえない、サマーソニックならではの醍醐味です。 今年のサマーソニック2024は、ファンたちにとっても、ナンバーアンダーライン愛にとっても、特別な思い出となることでしょう。ワウワウの放送を通じて、あの日の感動をもう一度感じられること、そしてそれを共有できることは、ファンにとってかけがえのないものです。夏フェスが終わった今もなお、ファンたちの心にはその余韻が響き続けています。そして、 ワオワウでの放送を通じて再びその感動がよみがえることに、ファンたちは胸を躍らせています。特に、会場で感じた熱気や興奮、そして目の前で繰り広げられた一瞬一瞬が、映像という形で自宅に届けられることの特別さは、ライブ体験とはまた異なる喜びです。彼らのパフォーマンスの細かな表情や、観客の歓声、会場の一体感などが映像に収められており、 それぞれのファンが再びその瞬間に浸ることができます。ライブの生放送はリアルタイムでの緊張感とともに、会場と同じ熱量を共有できる貴重な機会となるため、ファンたちはテレビの前で熱心に視聴する予定でしょう。また、ワウワウのアーカイブ配信も、ファンにとっては見逃せないポイントです。当日リアルタイムで視聴できなかった人々や、何度も見返したいというファンの声に応える形で提供されるこのサービスは、 サマーソニックの感動をさらに長く楽しむことができる素晴らしい機会です。特に、録画もするけど、リアタイで見たい、アーカイブもあるのが本当にありがたいといったコメントがあふれる SNS の投稿からは、ライブ配信とアーカイブ配信の両方がファンにとっていかに大切なものであるかがわかります。リアルタイムで感動を共有しつつ、その後も何度もその瞬間に戻ることができるという特別な体験を通じて、 ファンとアーティストののががりが深まっているのです。サマーソニックが持つもう一つの魅力はさまざまな音楽ジャンルやアーティストが集まり音楽を通じて新たな発見や刺激を与えてくれることですナンバーアンダーライン愛もその一部として登場し独自のスタイルと豊かなフレーバーを持つ音楽で観客を魅了しました彼らの音楽が生み出す幅広い表現がフェスという多様な音楽が共存する場でさらに際立ち 多くの人々に強い印象を残したことでしょう。サマーソニックを通して初めてナンバーアンダーライン愛に触れた観客も多かったはずです。そうした新たなファンにとって、このワウワウでの放送やアーカイブは、彼らの音楽と再び出会う機会となり、彼らの存在がさらに多くの人に広まっていくきっかけとなるでしょう。一方で、サマーソニックという大規模な音楽フェスは、アーティストにとっても貴重な挑戦の場です。特に、 マリンステージのトップバッターを務めるということは、音楽フェス全体の雰囲気を決める重要な役割を担っています。ナンバーアンダーライン愛がその期待にいられた姿は、多くのファンの心に強く焼き付き、彼らの成長やパフォーマンス力を感じさせるものでした。この経験が彼らにとっても新たな挑戦であったことは間違いなく、今後の活動にも大きな影響を与えることでしょう。ファンからの今年の夏の思い出はサマソニで決まり、 という言葉に象徴されるように、この日の体験はアーティストとファンの双方にとって、忘れられない夏の思い出となりました。ライブが持つ魅力は、単に音楽を聴くことにとどまりません。アーティストと観客が同じ空間で同じ時間を共有し、音楽を通じて心がつながる瞬間こそが、ライブならではの特別な体験を作り出します。ナンバーアンダーラインアイがステージ上で放つエネルギーに対し、観客が手を挙げ、 声を上げて答える光景は、音楽の持つ力を象徴するものであり、その場にいた全員が一体感を感じたことでしょう。ワウワウの放送を通じて、その感動を再び味わえること、そしてその瞬間に少しでも近づけることは、ファンにとって何者にも代えがたい喜びです。そして何より、今回のサマーソニック2024はナンバーアンダーライン I の新たなステージへの第一歩とも言えます。 彼らの音楽がこれからどのように成長し、どのようなフレーバーを見せてくれるのか、ファンたちはその未来に対する期待を胸に抱いています。音楽フェスでの経験を糧に、彼らはこれからもさらに多くの人々に愛され、支持されるアーティストとして飛躍していくことでしょう。サマーソニックでのあの瞬間が、ナンバーアンダーライン愛の今後の活躍にとって大きな刺激となり、新たな可能性を引き出してくれることを、 ファンは心から信じています最後に、ワウワウでの放送がつなげるアーティストとファンの絆は、ライブ会場だけでなく、画面越しでも十分に感じられるものです。リアルタイムでの視聴やアーカイブで何度も見返すことができる機会は、ファンにとってもアーティストにとっても特別な体験です。今年の夏のサマーソニック2024は、ファンの心に永遠に残る思い出となり、 そして彼らが新たなステージに向けて進んでいく原動力となることでしょう。